アレクサンドラ・スタンことアレクサンドラ・ヨアーナ・スタンはルーマニア・コンスタンツァ生まれのシンガーソングライター。ルーマニア社会主義共和国の最東南部にある国会沿岸の都市コンスタンツァ県コンスタンツァにて生まれた。幼少より歌唱に情熱的な反応を見せ音楽的な才能を表した。それもあって家族から熱心なサポートを受けていた。スタンは コンスタンツァにあるトライアン高校に通った。同校卒業後、アンドレイ・サグナ大学経営学部に入学して、ルーマニア法と国際関係論を学んだ。幼少期より、ルーマニア各地にある様々な音楽祭や音楽コンテストにおいて歌唱を披露して、数多くの人々から賞賛を受けていた。ルーマニアで最も著名な音楽祭の一つである、ママイア音楽祭においては観客を心より、 感銘させたことは特に有名であった。やがてスタンの歌唱はレコード会社の注意を引いた。2009年にリリースされたファーストシングルであるロリポップまたの名をロリポップにおいてメジャーデビューを果たした。2011年セカンドシングルであるミスターサクソビート恋の大作戦はイギリスの全英シングルチャートにおいては第3位を記録した。フランス、ドイツ、 イタリアなど、ヨーロッパ、ブラジル、チリ、アルゼンチンなど、南アメリカ、イスラエル、レバノンなど、中東、旧ソ連、オセアニア、北、アメリカなどで、のきなみ大ヒットを記録した。セカンドシングル、ミスター・サクソビート・恋の大作戦は、オーストラリア、カナダ、ドイツ、スウェーデン、デンマークなど、その多多数に上る国々で、プラチナディスクを獲得。 イタリア、スイスにおいては、ダブルプラチナを獲得した。また、ニュージーランド、スペイン、ベルギー、オーストリアその他数多くの国々で、ゴールドディスクを獲得している。2019年、日本出身のラッパートモロとフィーチャリングして、カジノライズフィーチャリング、アレクサンドラスタンをリリースした。アレクサンドラスタン。ありがとうございます。